はい、本日レジェンドカップ最終日優勝戦です。この伊勢崎走路も最後になりました。今からは伝説のレジェンドたちに、優勝戦インタビュー行ってきます。今節もよろしくお願いします。はい、1号車です。はい、川口の同期田辺選手です。まこちゃん、はい、おはようございます。おーおー、すごいね、昨日は。ねえ、よかったね。12レース1着取りまして優勝戦まで来ました。はい。今節4日間走ってエンジン感じどうですか？なんか3日目走ってなんか全然抵抗なくやられちゃったんで、はい、あ、これやらなきゃなと思って昨日ちょっと手を入れたら良くなったんですね。それはどこを扱ったんですか？キャブとあとリング買いました。はい。そしたら結構上向いた感じ。そうですね。さあ、今日優勝戦に向けてはどこか扱う予定あったら教えてください。いや、もうキャブ掃除ぐらいでいっちゃおうかなと思って。結構いいとこまで来てる。うん、だと思います。さあ、考えてタイヤどうですか？もうそのままで。そのまま。はい。さあ、ここは10オープン、はい、1枠、はい、ホールポジションです。ですね。スタートのキレどうですか？スタートは、まあ、昨日、一昨日とスタートはぼちぼち切れてるんで、はい、もうタイミングいいとこで切れたんで、はい、再現したいと思います。今日ね、すごいメンバーね、もうこれメンバー的には G1 級以上のメンバーが揃ったんで ね、もう嫌ですけど、ぜひトップスタートから、ね、このツアー面を引きずり回してください。はい、はい、頑張ります。さあ、伊勢崎走路最後になりました。はい、純地元です。そうですね。優勝戦の意気込み、カメラに向かってどうぞ。はい、アナトロのお客さんにちょっとドキドキさせられるようなレースをしたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、2号車です。内山選手です。はい、内山さん、優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。今節1着3本、はい、素晴らしい成績です。できすぎですね。はい、今節4日間してエンジン感じどうですか？感じはいいです。感じいいです。はい、これは何かエンジン扱いましたか？特にそこまでは大きいことはやってないです。まあ、良くなってきてたので、はい、まあ、ますから。はい。そんで気候がさらにエンジンとマッチした感じですかね。はい、これから優勝戦に向けてエンジン扱う予定あったら教えてください。特にないです。もうこのまま結構いいところで、はい、来てる感じで。はい、さあ、考えてタイヤどうですか？タイヤ昨日ので。昨日ので。はい。タイヤ大丈夫。さあ、内山さん、2枠、はい、素晴らしい位置にいます。昨日のスタートからいくとかなり内山さんが展開つくぞ。副賞なんですけれど、今節スタート切れどうですか？スタートはいいですね。スタートいいですか？はい、じゃあここは一気に2枠トップスタートから逃げの展開に持ち込みたいですか？はい、そういう理想ですけど、そんな甘くはないです。ですよね。甘くはないですか？はい、でも今回1着3本です。それなんですね。はい、今日、はい、分かりました。はい、今回で伊勢崎走路最後になります。はい、優勝戦の意気込み、カメラに向かってお願いします。そうですね、まあ今日も思いっきり頑張るんで応援よろしくお願いします。はい、3号車は伊藤信夫選手です。はい、信夫さん、優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。今節、オール2連帯に来て昨日準決勝戦見事一着、4日間してエンジン感じどうですか？まあまあいいところにあるんですけど、はい、強いて言うと初日2日目の方がいいかなって感じですね。着は2着なんですけど、はい、そちらの方がなんか感じよかったかな。感じよかった感じですか？今日は優勝戦に向けてはどこか扱う予定あったら教えてください。リングを変えて、はい、あとは初日2日目のセッティングでいこうかなと思います。はい、初日2日ベースで。ベースで。はい、今日考えてタイヤあったら教えてください。タイヤは準決勝のタイヤか、はい、ちょっと高さ見ながらまだ迷ってます。ちょっと朝練習も加味してちょっと当てていいのがあればそっちでいきたい。いや、持ってる中で。あ、朝当てたものじゃなくて。はい、わかりました。さあ、信夫さんの3枠。非常に自分いいと思うんですけれど、今節スタート切れどうですか？ちょっと悪くないです。悪くないです。はい、じゃあここはスタート1機から逃げの展開に持ち込みたいところですね。まあそうできたら理想なんだけど、まあそうならなくてもそこからレース始めたいですね。わかりました。はい、そうしました。優勝さんの意気込み、カメラに向かってお願いします。伊勢崎は相性いいんで優勝狙っていきたいと思います。はい、4号車は篠原選手です。はい、篠原さん、優勝選手おめでとうございます。あ、どうもね。ありがとうございます。
今節、1着、4着、3着、1着と来ましたけれど、4日間走ってエンジン感じどうですかね。まあ、変わらずいいです。いいですか。はい。今日優勝戦に向けてどこか扱う予定あったら教えてください。ヘッド周りとタイヤ確認。ヘッド周りとタイヤで、はい、考えてるタイヤの候補はありますか。あります。ありますか。さあ、篠原さん4枠です。かなりスタートいけばいいと思うんですけれど、今節スタートのキレどうですか。キレ自体は、キレ自体は、まあ、いいと思います。まあ厳しいよ。すごいメンバーですからね、うん、厳しいね。いいメンバーですよね。わかりました。そうしましたら優勝戦の意気込みカメラに向かってお願いします。はい、いいレースできると思うんで精一杯走ります。応援よろしくお願いします。はい、5号車は若井選手です。若井さん優勝選手おめでとうございます。どうもありがとうございます。今節1着6着1着2着と来ましたけれど、4日間走ってエンジン感じどうですか。すごくいいと思います。すごくいいですか、はい。これは何かエンジンパーツか何か扱って、基本的に地元のまま来て出したんですけど、はい、準決勝のレース前にリングだけ変えて、はい、乗りました。ちょっと、はい、いい感じになった感じですかね。まあはい、そうですね、はい、変わらずいい感じです。はい。今日優勝戦考えてるタイヤあったら教えてください。そうですね、一応新しいの当たりつけてやってるんですけども、はい、まあ、それがこうどどどなく練習でうまく当てつけばなと思います。はい、わ、はい、かりました。さあ、ここは5号ちゃんになりました。今節スタート切れどうですか。自分なりには問題ないです。問題ないです、はい、ただもうみんな早いんで。そうですね、みんな並び早いですからね、はい、ただね、まあ、真ん中の枠もらったので、はい、自分的にはいいとこもらったなと思うので、はい、枠を生かせるようにスタート頑張りたいと思います。これチャンスありそうですよね。とにかく前の方につけれれば、はい、エンジン的には結構いい感じで、ね、はい、いけると思うので頑張りたいです。わかりました、はい。そうしました。優勝戦の意気込みカメラに向かってお願いします。はい、今日も一生懸命頑張ります。今日も優勝します。6号車は荒尾選手です。はい、さして優勝選手、はい、おどう。今節ちょっといろいろエンジン苦労したね。いや、もう最近ずっと安定しない感じ。良くない、良くないのがだいぶ良くなったかな。一気に良くなった。昨日26でね、うん、これ今節結構パーツ交換したよね。クランクとヘッド。クランクとヘッド、どっちが効いてる感じかな。ヘッドが交換してエンジンがかなり上向いたと。今日優勝戦向けては、どこか扱う予定ありますか。セッティングで、もうあとはセッティングこういう感じで、うん、考えてタイヤどうですか。タイヤは朝当てて、うん、考えるいい方に、いいやつを探す感じ。さあ、6号車になりました。今節スタート切れどうですか。普通一気に6枠からドーンって言われる。無理、こんなメンバーじゃ無理。そこまで有吉さんに、行かれるのが、行かれるよ、どうせ。本当に行かれる。結構いいメンバーだもんね。濃いね。ね、かなり濃い。スーパーレジェンドって感じだよ。でも若い、最年少で、最年少ね。去年に引き続き最年少、ね、結構リラックスしてますね。え、やりきったよ、もうやりきった。わかりました、はい。そうしましたら優勝戦の意気込みカメラに向かってお願いします。はい、なんか施工者の方が優勝したら来年のポスターしてくれるらしいんで頑張ります。はい、7号車は有吉選手です。有吉さん、優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。昨日は6周回うまく使って最後の最後にもう素晴らしい差しを見せてくれましたね。まあ結果的に、はい、良かったけど、まあ、ちょっとやっぱきつかったですね。ちょっときつかったですか。はい、きつかった。今回4日間走ってエンジンは何か扱われたんですか。まあセッティング、キャブのセッティング中心で、はい、うん、あとまあリング変えたぐらいで。リング変えたぐらいですか。大きなことはやってないですね。やってないですか。今日優勝戦に向けて考えてタイヤあったら教えてください。スーパースターの乗ったやつの2本あるんで、はい、どっちかで、はい、それどっちかっていう感じで。さあ、ここ7枠になりました。スタート切れどうですか。いや、まあ、いや、でもね、ターン半では結構いいスタートいけるんで、はい、まあちょっとね、厳しい位置ですけどね。ちょっと一発狙っていきたいところですね。スタートいきたいですね。わかりました、はい。そうしましたらこの走路伊勢崎最後になります。優勝戦の意気込みカメラに向かってお願いします。はい、今日は戦闘力53万で頑張ります。はい、8号車は高橋選手です。はい、水口さん優勝選手おめでとうございます。ありがとうございます。
今節4日間走ってエンジン感じどうですか。まあ、初日タイムは出たんですけど、はい、まあ、前節からのやった整備、考えてやった整備には出てなかったので、はい、まあ、手を動かしてるんですけど、はい、まあ、日増しにやっぱり落ちてる感じですね。はい、これから優勝戦に向けてどこがエンジン扱う予定はありますか。昨日レース後に下回り、はい、組み替えて、はい、まあ、シリンダーをまた変えたんですけど、シリンダーを交換した、はい、わかりました。考えてタイヤあったら教えてください。タイヤは見つかってないのでまた、当日当てながら考える感じで、さあ、ここ8号車になりました。はい、今節のスタートの切れ味教えてください。はい、準決は思い切ってタイミングで行ったんですけど、はい、まあ、同じように切れればと思いますけど、わ、はい、かりました。そうしましたら、伊勢崎このソール最後になります。はい、優勝者の意気込みカメラの方お願いします。はい、まあ、レジェンドの大会なので、まあ、いいレースできるように頑張ります。今日みんなさ、みんな全員ね、いつもカメラどうぞってやるんだけど、お願いしますね。あ、本当に真子だけ、どうぞってやる。あ、いや、やっちゃって、あの画面消えるやつね。あ、そう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 。